アイドルも黙っちゃいない。 AKB48 総監督高橋みなみ、巨大組織を束ねる特攻隊長、その腕力は計り知れない。そして高橋みなみの参戦を聞いたこの女も黙ってはいなかった。フライングビッグフェイス金太郎、こちらです。高橋みなみ、金太郎、水野美紀、手島優、元刈谷結衣香、福田彩乃、江上恵子、大島美雪。さあ乙女ウネズロ、またとない豪華な顔ぶれが揃いました。さあ対戦はトーナメント方式、こちらの前には今トーナメント表になっております。はい、こちらになってます。このままの対戦で伺います。さあ対戦カードご覧の通りでございます。さあ選手にインタビューしてみましょう。こちら偽物と本物の AKB 対決になりました。高橋みなみさん、いかがでしょう。はい、やっぱりあつこには負けられない。私も高村には負けられません。あつこじゃないと思うんですけど。私は女優のナイパとして高村には負けられない。あつこ、私は負けられないから。じゃあ行くよ、せーの、ナー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 。すごい、本物と偽物がコラボのダンス、すごいすごい。フライングレッド、ありがとうございます。まさか生で見られるとは。みなみちゃん、どうもありがとう。ありがとう、みなみちゃん。こんなことしても、はい、私のこと嫌いにならないください。分かった、もう分かったから、なれへんから。分かった。みんな誰も言うてないやんか、毎回。頑張ります。大好きですから。ありがとうございます。はい、はい、もう背格好一緒やのに顔のデカさ全然ちゃいますね。マジか。はい、高橋みなみちゃんは2人ということで、はい、ね、あれメンバーでも結構いるんですけどね。そうなんですよね、メンバーで高橋さんに入れた人、みなみちゃんに入れた人は、メンバーなんとゼロです。総監督ゼロです。支持力ゼロですね。さあ、それでは乙女腕相撲の開幕に参りましょう。はい、第1試合、 AKB の小さな巨人高橋みなみ、対するのは AKB フライングビッグフェイス金太郎。フライングビッグフェイス。さあ、どうぞこちらの方へ。それでは両者腕を組み合ってください。よろしくお願いします。大丈夫です、負けられない。さあ、この対決改めていかがでしょう。いや、本当に私は200人のメンバーを背負ってるので、はい、負けられないです。はい、あつこには対して金太郎、私も元 AKB48 のセンターとして負けられません。ですよね。マリコちゃんも来てるよ。ありがとう、マリコ。はい、頑張るからね。さあ、それではどちらが勝つんでしょうか。対戦に参りましょう。いよいよ始まる乙女たちによる一夜限りの腕力頂上決戦。1回戦はまさかの AKB48 対決。第1試合は高橋みなみと金太郎の戦いです。ちょっと笑わせちゃダメだ。レフェリーは日本アームレスリング連盟会長遠藤光夫さんです。さあ、果たして準決勝進出を決めるのはどちらの乙女なのか。いざ決戦の時。AKB48 グループ総監督か、飛ぶ鳥を落とす勢いの金太郎か、勝つのはどっちだ。レディーゴー。さあ、おっと、拮抗している、膠着状態だ。いい勝負だ、いい勝負だ。金太郎か、高橋か、おっと、金太郎がリードするか。金太郎が押し込んでいる。金太郎か、金太郎か。ここからオーバーのトップ、高橋が巻き返すのか。ものすごい顔になっている。金太郎の顔がものすごいことになっている。高橋が逆転するのか。これは素晴らしい試合だ。いい勝負になった。さあ、金太郎が、金太郎がやや押し込んでいる。しかし、まだ高橋が頑張る。総監督として引
ってたやんか。みなみちゃん笑っちゃったよね。本気でした。だいぶ笑かされたね。笑かしてません。さあということで金太郎準決勝進出です。みなみちゃん残念でした。さあ続いての対戦。